誰もいねえ、一台だけ。はいはいはい、はい、というわけでございまして、はい、今回のね、メンバーでございますけど、一応予告してた通り、こちらの方はですね、もう有名なね、まあ、関西登山機の、まさきさん、まさきです。それと、山友達のジーコさん、はい、しげちゃん、で司さんです。お願いします。でこちらの4人はですね、霧ヶ峰でねお声かけをいただいた方 で非常に、ね、思い出に残ってる4人です。すげえ。横岡さんやMH です。 MH さん、はい。地蔵です。地蔵さん。TS です。 TS さん。ジーコです。ジーコさん、はい。3、2、1、ヘイ。まあそういう縁でね、大阪でも非常に仲良くさせてもらってます。で今日はですね、それとカブママと僕の、6人でね、金剛山を登ってでキャンプをしていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、ここね、よく見るいつもの登山口、いつものね、登山口。あ、なるほど、そっかそっか、ここか。はい、関西登山機裏番組のしげちゃんです。裏番組。今日もまさきの裏側を暴いていきます。公認してないぞ、公認してないぞ。今日のメンバーは、はい、いつもの短足まさきくん。はい、俺やで。ハゲ。ジーコ。ジーコや。カブババ。カブババ。へい。愛人の司ちゃん。じゃあ今日はこのメンバーで登ります。お願いします。あれ今日は何、ニラは背負ってないの？ニラは今日はニラない。あ、ニラないんだ。ニラぼっか。あ、うどん好き。はい、登山口から登ってきて、これね、念仏坂ですね。ここを上がっていきます。ま、ああ、これきついわ、これ。これ高校野球が仕事に使うやつだよこれ。いや、はい、伏見峠です。やっとここまで来たね。きつかった。はい、金剛山キャンプ場です。やっと来た。はい、ここはね、トイレがあって管理小屋。テントサイト、みんなが歩いてる方向にね、今から行きます。うわ、広いな、すごいな、ここ。はい、ここですね、 C の6。 はい、じゃあね、この C の6番サイト、ここにテント張ってきます。こんな感じです。はい、広いね、このデッキは。2張りぐらいできるもんね。はい、このね、相変わらずこの古い山岳テントをね使ってるんですけど、 VS30、 今日も安定のしわしわですね。よし、はい、上はね、関西登山機のまさきさんと、あとしげちゃんのねテントです。こんな感じでね、まあ、今日はあの霧が立ち込めてるんで、まあ、視界はあまり良くないんですけど、まあ、下があんな感じでデッキのねサイトになってて、まあ多分あそこで、まあ、夕飯、まあ、今晩何するのかちょっと分かんないけど、あそこでご飯食べたりできますね。これからですね、山頂に向かっていくんですけど、時間的には20分から25分ぐらい。はい、大阪府の最高地点です。1053もあるんだ。はい、これがね、一の鳥居。
たいところです。はい、これダイヤモンドトレール。金剛山頂。山頂でここも入れない。あ、なるほど。はい、ここはね、あのお賽銭が、ペイペイでお賽銭が払えるそうです。すごいね、今の神社って。すごい。ペイペイ、こっちの願い事を通用して神様に。お、懐かしい、1年半ぶり山頂の売店です。はい、これは有名なね、山頂カメラです。おお、久しぶり。もう十分だってるよ。十分だってるよな、多分。うん、じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。これかな、乾杯。うん。一口飲んでないの、そう。もうそういえばね、夜お茶おらんよ。はい。金剛山のね、山頂と売店行って、ご飯食べてきました。はい、でテントね、まあ、立てっぱなしで、まあ、中荷物ぶち込んだきりなんで、ちょっと片付けて、あと夕方来るまでね、さすがにね、夜通しぶっ通しで運転してきたんで疲れてるんで、ちょっと休憩したいと思います。ではでは。はい、ここがですね、今日夜これなんか鍋をやって食べるっていう予定なんですけど、すごいね、設備がね、あの想像してるよりちょっと斜め上を行ってますね。何がいいってね、こう電気がついてるし、それと、はい、清潔なね、炊事場ですね。いやー、すごい食材が並んでます。これは今日は何ですか、これお好み焼きかなんか。うどん好きです。あ、うどん好き。あ、うどん好き。じゃあ乾杯。お疲れ様です。入れたら余計分かへんじゃん。いや、しなっておいしなるやん。ちょっとあかん、これ。あ、おいでく、あ、あ、うん、ちょっと緩める。うわー、うおー、すごい。なんかすごいさ、俺風下だからいい匂いがバーってくるんですよ。おいしい。おいしい。おいしい。あ、うめぇ。うめぇ。これ出汁なんですか。これ普通にあれですよ、東丸。あ、うん、東丸美味しいですよね。東丸一番美味しい。うん、うまい。はい、こちらですね、別会場のまさきさんがですね。別会場のまさきです。まさきです。
まさきさん、これは何を作ってるんでしょうか。これはね、今日は豚キムチを作ってます、うん、豚キムキムチを、はい、キムチを、おお、秘伝の秘伝のだし醤油、だし醤油、だし分かな、あうんですね、うん、美味しそうだね、うん、最後にこのごま油を、うん、これごま油がね、入れるだけでもこれでも絶対美味しい、やったちょっと匂いがしたやっぱかざしもっていいね、すごい、うん、まずごま油の香りがまずすごい、うん、いいね、うん、すごい、いただきます、うまっ、うまっ、これご飯何杯でも食えるのか、50杯、うん、50杯50杯、これはもう、うんうん、もう、うん、なぜじじいやから、ね、なぜだってじじいやから、やっぱり親子が仲いいっていうのがこれ一番いいことなんで、まあまあまあ、まあ、うん、家族仲いい、ここそう、家族が仲いいのが一番いいから、うん、家族団らんで、うん、はい、おはようございます、カパパです。いやー、昨日はねまあ本当に楽しい、まあ夕食でしたね、まあ鍋パーティーですね。で、ここはですね、千早園地の何でかな、レストハウスっていうのかな、休憩所って書いてありますけど、非常にこれ見た通りね、ログハウスの綺麗な作りです。あ、玉水です。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。まさき先生登場です。昨日はごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、本当に、ね、死んだように寝てましたおー、てっぺん出た。え、和歌山向こう。もうそこの山の向こうは和歌山で、はいはい、まあ、雲海のとこが多分紀の川です。あ、紀の川、はい。あ、で、あれ、こっちが大峰さん。あ、大峰さん、はい。あ、すげえな、ここ。こんな雲海なかなかないっすよ。いや、奈良盆地。奈良盆地。おお、すごいな。はい、すごい男の料理、すごいすごい、これはすごい、これで TKG やったらすごいよな。いやー、できた、うまそう。ベーコンやかな、かっこかっこいい。そう、俺が話もね、ティール、ティール1枚でいい？はい、ダッチューの。いいな、はい、ダッチュー。久しぶりに来たな。ダッチューの。フルーな。すんげえ匂いするの、これ。はい、ありがとうございます。おー、素晴らしい。できた。で、チーズ。もう一台もいっちゃえ。チーズ、チーズ。うまっ。うまうま。ホットサンドって本当美味しいよね。うん、いつの間に。はい、一年半ぶりにね、吉真子さんとお会いしました。ありがとうございます。これ元気はつらつ吉真子印のオロナミン C。お。ちょっと待って。おお。ちょっと待って、ちょっと待って。これは神ショット。あとは経費。あと持ってきた怖い。怖い。陸上公園のってね。あれは桂木さんだそうです。へえ。本当山頂ね、広くなってて、ライトレから行ったら、はい、吉真子姉さんのねポイントに移動です。
濃厚なんで？その綺麗なうまいゴミあれ反応してるのかな、面白い。はい、さっきのね鳥に餌あげたとこから裏道を通って例の有名な山頂広場に着きました。こういうルート初めてだわ。昨日ねここ来た時の映像こんな感じです、はい、これは有名なね山頂カメラです。はい、今日はね見事に晴れ渡って、わあ今日はよく見える。イエーイイエーイ。気持ちいい。あ、あれもう港ですか、あれ、大阪港。あ、大阪港見えてんだ。はい、というわけで念願のね、ライブカメラ、映りましたんで、ちょっと売店の方降りてきましょう。いやーよかった。これで来た甲斐がありました。楽しいね。モカソフト、うまどうだい、うまい、すごこんな人がさすが金剛山、うん、復活した。はい、ではね、あの今日なんせこっから宇都宮まで帰なくちゃなんないんで天馬まで戻って撤収しております。もう本当は帰りたくないんだけどね、楽しくて。お、これ、あ、これが文殊の知恵の文殊さん、岩屋文殊。あ、本当だ。文殊の知恵の文殊さん。あ、そうなんだ。わ、少し IQ 上がるかなこれ。へえ。初めて見た。すごい。うん、パワースポット。はいはい。楠の気候もいらっしゃいました。オンアラハシャのオンアラハシャのオンハラオンハラオンアラハシャのオンアラハシャのオンアラハシャ。噛んだらやり直し。あ、これですか。これです。大ミス味噌。大ミス味噌。こっちとこっちと両方あったんですよ。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、すごい綺麗。いや、初駅かな。せーの。さあ、出た。何度か片付いた。で、なんでね、帰る時の方が荷物多く感じるんだろう。さあ、貴重なシーン。本来の姿に戻る瞬間を。おお。おお、さすが有名人。いやもうヤマップに乗せます。はい、1時33分ですね。いや、やっとねインフラが見えてきました。なんか嬉しいね、車いっぱいあるのが見えるのが。あ、やっぱすごいな、やっぱりこれが本当の金剛山なんだね。駐車場っていう駐車場全部埋まってる感じです。お疲れ様です。お疲れ様です。はぁ、疲れた。お芝居持ってきてな。お芝居持ってきて。はぁ、着いた。はい、というわけでございまして、2日間ね、楽しかった金剛山のキャンプ、関西の仲間と楽しむことができました。はい、というわけでございまして、最後までねご視聴ありがとうございました。カババでした。